まあ、うまいな。ごきげんよう、劇団小林アートの店です。お疲れ様です。文房具のことをね、やってるチャンネルですね。一応ね、はい。まあ、はっきり言って酔っ払ってます。酔っ払ってる時にやりたかった企画があるんでございますよ。もう一つ、何でしょう。最近ちょっと手出したジャンルとして、あのブックカバーを使ってシステム手帳化するっていう、リヒトラブのブックカバー、うん、こいつを使ってありんすよ、うんうん、でこれはこれでいいんですけど、コメント欄にもあったんですけど、これ B5 版があると。ほんって言ってたら3日後ぐらいに届いてさ、なんで買っちゃった。じゃこじゃん、ちょっとスペック紹介。マジで、まあ、でかくなっただけだな、こう見ると。でもペンホルダーの位置が2つになってるさ。まあでもそれ以外のスペックは正直ほとんど変わってないかな。めっちゃ本当にリアルに使ってるから恥ずかしいけど、ここはこうこうこうだろ、ポケット、うん、こちらもこうこうこうだ。等倍ででかくなった感じだわ。だから B5 のものを使っていきゃええやんと。これは決してネガティブキャンペーンじゃないですよ。先に言っときます。ネガティブキャンペーンじゃないですし、不良品でもないですけど、僕みたいな感覚で買った人はあれって思うことを見つけたんですよ。それを報告した上で、僕はこの沼にはまったんで最後まで安心して見てください。じゃんと、リフィルノートの B5 版さ、こいつをじゃあ刺してみましょうと。こっちからか。刺さりません。なんで？の不思議だろ。このチャンネルぐらいだよ、開封からやらないのは。開封した時には付属の B5 のリングノートがついております。ついてんだ。はい、ただ穴の大きさが JIS 規格じゃないんだよ、これ数が違う。うん、あと罫線だから私はいつもこれ外しちゃうのよ。こいつは、はい、吸うよ。入りますね、うん、これ B5 サイズの罫線。これは B5 の無印のリフィルノート。ゆっくりね、ゆっくり。ここが折れたら刺さりません。そうですね、刺さらないんだよ。おい、 B5 だろ、うん、 B5 だろ、うん。ぐらいはな、違うんだ、うん、あのこういうのを見てね、いちいちねこの穴のルーズリーフをかわせる戦略だとかね思ってもいいと思うよ。けど英語の時はぶっ刺さったからさ、他の英語も。そうですね、うん、気をつけた方がいいですね。 B5 サイズの場合は、まあ、これはもちろん問題なく刺さります、リフトラブさんが出してるファイルは。だけど方眼の紙とかさ、JIS規格の方が数多いし、そのリフィルノートも自分の好きなもの使いたい人いるじゃんか、ってなったら大半が刺さんない。へー、もう調べたんだよ。でネットでさ、かあのアマゾンでちゃんと買った時にはミリ数書いてんだわ、うん、もうのんきの見た目。これ気をつける点です。じゃあ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 、じゃあ他に例えばこういうねノートブックとかは刺さるのかって話でしょ、うん、ノートブックはね問題なく刺さる。へー、そうだから純 B5 のサイズなんだよ。 B5 のリフィルノートってちょいデカめにするじゃんか。だって紙がちょっとでもはみ出たらいけないもんでしょ、ファイルって普通は。普通はね、うん、まあでもブックカバーに刺すってなんだよって話はあるんだけど、だけど私みたいなカスタマイズ、システム手帳っぽく、システム手帳ライクに使いたいってなったらリフィルノートを刺したい、これはマストじゃんか。ってなるとこいつ刺せれないんですよ。うん、切っちゃえば。そう言うと思ったよ君なら。それをさ、やっちゃったらさ、工藤さんレベルじゃないか。軽くディスってますね。なめるなよ俺の文房具愛を。これ無印のリフィルノート、ポリプロピレンみたいなやつの方だよ、うんうん、すごいだろ。なんで刺さると思う？違うから、大きさが。それだったら最初に紹介するだろう。同じものを用意しました。先ほど刺さったところと比べてみてください。ちょっと分かりにくい。けど目視した感じだと明らかに加工してる。切りました。ああ、それをさ、やっちゃったらさ、工藤さんレベルじゃないか。切るしかねえんだよ。でしょうね。うん、いや切るしかないよこれは。普通にリヒトラブさんが持ってるやつで方眼もリフィルあるから買ったらいいんだよ、うん、まあでもカスタマイズする側としては自由度が高い JIS 規格を使っていきたいわけだ。
だからもうこうするしかないわけさ。何で切ったんですか？ハサミ？ハサミ。ポリプロピレンはハサミで切れる。もう紙の方だったらハサミで切れるやん。だから切ったらいいと思いますよ。でこれのサイズとかは多分潔癖症の人は許せないかもしんないから、自分で測ったらよろしいんちゃいまっかねって感じではあるよね、うん、でこれ刺さるんだよ。やっと入り口さ。でこうだよね。で例えばだけど、前回のようにデュアルディスプレイ化したいんだったらこうだわ。こうだよね、うん、こう刺してこういう風に開いていくってことになると思う。でこっちだよね。何に置きたいかってことなんだけど、剥がせる B5 サイズ。ああいいっすね。こいつをこういう風に、これはねちょいギリではあるけど、これはね違うからこれリヒトラドさんが悪いんじゃなくて、僕のアルコあの血中アルコール濃度が悪いから。ほい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 、どうですか。でここに入れる必要ないけどね、正直。もうつまみばっかなくすね。はいはいはい、こんな感じですね、うん、だからちょっとこれあれだな、まあこういう風にファイリングする場所があって、ここに書くとこがあると。ペンはここに刺さってる。どうですか、男性でも女性でもカジュアルでもフォーマルでも使っていただけます。最高じゃないですかこれ。まあとにかく今回伝えたかったことは、うん、このリヒトラブさんの B5 のブックカバー、もう触り心地も最高ですし、コスパもいいですし、他のところのポケットのサイズも前よりもでかくなってるんで、もう何でも入るんですわ。ガバでガバなんすよ。これ入んないけど、まあでもとにかく英語の時にギリギリ入れてたものがスポスポ入んのよ。だから B52 のサイズはまあ間違いじゃないなと。けど他のリフィルさしたい時だけ気をつけてくださいってこと。もう下調べはネイリみたいな。でも僕は探した限りファイルなかったよ。なかったから絶対切んなきゃダメ。別の使いたかったらよ。だからリヒトラブさんには申し訳ねえよ。リヒトラブさんがだからササンの準備してっしょってなるよ。まあね、けどわかんじゃん。実数規格のファイルが刺さらないってことは伝えとかないといけないと思ったわけ。だから切らないといけないんですよ。で切ったらこういうふうに使えます。こんな感じでできるんで、まあめちゃくちゃいいと思います。これの時点でもいいんですけど、僕もうちょっと面白い機構を発見したんで、これは次の動画でお会いしましょう。マジか。はい、次の動画、まあ非公開にしたりするわけじゃないんだけど、もしよろしければ次の動画のためにもチャンネル登録していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。おしまい。ここ B5 なんだけどちょっと幅的に癖あるよって話したじゃん、うん、B5 を入れたらって話なのよ。もっと異業種交流させたいんだよ。時代は多様化の時代なんだから。どうよおい、タメ語よりきつい。ここら辺ちょっと今クラッときたもん、なんか